ユビキチン様タンパク質は細胞内の他のタンパク質の翻訳語就職に関与する低分子量タンパク質のファミリーで多くの場合調節機能を持つ。ブルファミリーの名称は最初に発見されたメンバーであるユビキチンに由来する。ユビキチンは他のタンパク質への共有結合就職を介してタンパク質分解を調節する役割があることが最もよく知られている。 指チンの発見以降、進化的関係のある他のメンバーが多く記載されており、それらも指チンと同様の化学反応を伴う並行的な調節過程に関与している。ブルはオートファジー、タンパク質輸送、炎症及び免疫応答、転写、DNA 修復、RNA スプライシング、細胞分化など様々な細胞機能に関与している。 ユビキチンは1970年代に発見され、もともとはユビキダスイミューナポイティックポリペプチドと命名されていた。その後、ユビキチンと配列類似性を示す他のタンパク質が報告されたが、タンパク質の共有結合就職という重要な特徴を共通して持つことが最初に示されたのは1987年に発見されたイスグ15である。 1990年代半ばになされた一連の報告がこの分野の転換点として認識されており、1996年の同じ時期に様々な研究者によってスモが発見され、1997年にはネド8、1998年には ATG12 が発見された。系統的調査によって深核生物のゲノムには、 ユビキチンやユビキチン様タンパク質をードする遺伝子が1万種類以上同定されている。ブルファミリーのメンバーは低分子量の非酵素タンパク質である。約76アミノ酸からなり、ユビキチンに代表されるようなアルファーヘリックスが5本の逆平行ベータシートで囲まれたベータグラスプホールドを取る。ベータグラスプホールドは深刻生物と 原核生物の双方に起源を持つ他のタンパク質にも広く分布している。ユビキチンとユビキチン様タンパク質を総称してユビキトンと呼ぶことがある。ブルは他の分子と共有結合を形成する能力の有無によって2つのカテゴリーに分類される。他の分子と共有結合するブルはシーマッタンの2つのグリシン残機からなる特徴的な配列モチーフが存在し、 このモチーフを介して他の分子への負荷が行われる。一般的には、ブルは不活性な線具体として発現し、C マッタンのタンパク質分解によって活性グルシンが露出することで活性化される。ほぼ全てのタイプ I ブルが最終的には他のタンパク質と連結されるが、少なくとも一つの例外が存在し、ATG8 はホスファチジルエタノールアミンに連結される。 他の分子と共有結合しないブルは、より大きなポリペプチド左中で、他のドメインと融合した、タンパク質ドメインとして存在していることが多く、タンパク質分解によって、ブルドメインが放出される場合や、タンパク質間相互作用ドメインとして機能する場合がある。より大きなタンパク質に存在するブルドメインは、ユーベックスドメインとしても知られている。ユビキチンはその名前が示す通り生物で、 普遍的に発言しており、細菌や古細菌には存在しないと考えられてきた。しかし、古細菌ではいくつかの例が記載されている。ブルは、深刻生物で広く分布しているが、その分布は系統によって異なる。例えば、イスグ15は、免疫系の調節に関与し、過当深刻生物には存在しない。他のファミリーでも一部の系統での多様化が見られ、 つもファミリーのメンバーは、酵母のゲノムには一つしか存在しないが、脊椎動物のゲノムには少なくとも4つのメンバーが存在し、その一部には、機能的上調性が見られる。さらに、モデル植物の白いヌナズのアラビドプシスソリアーナでは、ゲノム中に少なくとも8つのメンバーが存在する。ヒトゲノムには、指チン自身を除いて少なくとも8つのファミリーのブルがコードされている。 他のタンパク質に対する共有結合就職を行うタイプ I と考えられているブルにはスモ、ネド8、ATG8、ATG12、ARM1、UFOM1、FAT10、イスグ15がある。さらにフビと呼ばれるタンパク質は FAU 遺伝子に融合タンパク質としてコードされており、タンパク質分解によるプロセッシングによってユーリングに新 C 末端が生じるが、 これが共有結合的タンパク質就職を行うかどうかは実験的には示されていない。植物のゲノムはユビキチン以外にスモ、ロシアルーブル、ATG8、ATG12、ムブ、ユーホム1、ハブ1という7つのプルのファミリーがコードされていることが知られており、さらに多数のタイプ2ブルが存在する。 ブルファミリーの一部と関連調節タンパク質は植物で劇的に拡大しており、これは前下の無重複と他の形式の遺伝子重複の双方の結果であると考えられている。ユビキチン、スモ、ATG8、ムブファミリーは植物のブル遺伝子の約90%を占めると推計されている。ユビキチンやスモシグナルの伝達に関係するタンパク質の種類は 有敗植物のゲノムで大きく増加している。指ちんと散布1の構造の重ね合わせ深刻生物と比較して、原核生物のタンパク質とブルトの系統学的、関係性は限られたものである。放線菌の一部にはパップと呼ばれるタンパク質が存在しており、プロテアソームによる分解のためにタンパク質を標識する点で指ちんと機能的に類似している。 しかしながら、これらは天然変性タンパク質であり、ブルとの進化的関係性は不明である。近年では一部のグラムイン製菌系統でもウバクドと呼ばれる同様のタンパク質が記載されている。対照的にテルムス属サーモスの細菌にはトゥタブと呼ばれる深化,化生物のブルと共通したベータ、グラスプホールドを持つタンパク質が存在する。トゥタブは 医用のキャリアタンパク質とタンパク質の共有結合就職という二重の機能を持つことが報告されている。コサイキンではサンプと呼ばれるベータ、グラスプホールドタンパク質が存在し、タンパク質分解において指チンに似た役割を果たしていることが示されている。2011年に同定された未培養コサイキンでは、新核生物の指チン経路に対応すると思われる。 完全な遺伝子セットが同定されており、ユーリアーキオータ、クレーンアーキオータ、アイグアーキオータの少なくとも3つの系統には、同様のシステムが存在すると考えられている。さらに、一部の病原性細菌は、深核生物のブル経路を模倣する、タンパク質を進化させており、宿主細胞のブルと、相互作用して、シグナル伝達機能に干渉する。ユビキチン様タンパク質。 スモ1と、その活性化酵素であるサイ1サイ2ヘテロ2両体の複合体の結晶構造。スモの C 末端は ATP 結合部位の近傍に位置している。PDB1Y8R。深核生物で共有結合就職を行うブルの調節は、成功なものであるが、一般的には各ファミリーごとの並行過程である。こうした調節過程は指基地で、 最もよく特徴づけられている。指チン化の過程は、緊密に調節された三つの段階からなる。指チン活性化酵素による活性化、指チン結合酵素による結合、指チンリガーゼによるライゲーションである。この過程によって、指基賃のシーマッタンと標的タンパク質の残機の間で共有結合が形成される。多くのブルファミリーにも、 同様の三段階過程が存在し、各ファミリーに特異的な酵素のセットによって、触媒される。脱指チン化は、タンパク質基質から指チンを除去する過程であり、脱指チン化酵素によって行われる。これらの酵素がブルに対して作用する範囲は様々であり、予測は困難である。スモヤネドハチなど、一部のブルには、ファミリー特異的なダブが存在する。指基賃は、 タンパク質基質に最初に結合した指チン分子に、さらに指チンが結合することで、多量体の鎖を形成する。こうした鎖は、直鎖状である場合も分岐している場合もあり、指チン差の長さと分岐によって異なる調節シグナルが送られている可能性がある。鎖の形成は、すべてのブルファミリーで確認されているわけではないが、スモ、ネド8、アーム1では、 実験的に検出されている。さらに、指チン自身もプルによって就職されることがスモとネド8で確認されている。異なるブルファミリー間での交差について最もよく特徴付けられているのは、指チンとスモの関係である。ブルはファミリー全体では非常に広範囲の細胞過程に関与しており、ブルファミリーによってその活性や就職を行うタンパク質の多様性が 異なる。指チ賃の最もよく知られた機能はプロテアソームによって分解されるタンパク質を特定することであるが、指チ賃化はエンドサイトーシスや他の形態のタンパク質輸送、転写や転写因子の調節、細胞シグナル伝達、ヒストン収縮、DNA 修復など他の過程にも関与している。他のほとんどのブルも同じように、 細胞過程を調節する役割を持つが、その範囲は指チンよりもかなり限定されていることが多い。スモタンパク質は、指チンの次に幅広い細胞タンパク質の標的を、持ち、転写、DNA 修復、細胞ストレス応答などの過程に関与している。ネド8はカリンタンパク質を調節する役割が最もよく知られており、指チンを介した。 タンパク質分解の調節を行うが、他の機能も存在する可能性が高い。ATG8 と ATG12 はオートファジーの過程に関与しており、ATG12 は基地の基質が2つだけしかない点で、ATG8 はタンパク質ではなく、ン脂質のホスファチジルエタノールアミンに結合する点で、それぞれ独特である。指きちんとモードの構造の重ね合わせぶるが、 ファミリーとして認識されて以降、ブルと調節タンパク質のセットの進化に関心が寄せられている。ベータ、グラスプフォールドスーパーファミリーの系統学的研究からは、深化生物のブルは単系統であり、共通の進化的起源を持つことが示唆されている。ブルと相互作用する酵素のカスケードからなるブル、調節システムは、原核生物での歩行ソチアミンとモリブドプテリンの生、 合成経路と共通の進化的起源を持つと考えられている。これらの経路で異様転移タンパク質として機能するディスやモードはベータ。グラスプホールドがブルと共通しており、これらの経路のシーフやミブとユビクチン活性化タンパク質には配列類似性と共通した触媒機構が見られる。興味深いことに深刻生物のタンパク質 ARM1 は ブルとヨウの双方のキャリアタンパク質として機能し、この進化的関係を裏付ける分子化石として記載されている。ブルファミリーと関連タンパク質に関する比較ゲノミクス研究からは、ブルシグナル伝達機構は、深刻生物の最終共通祖先ではすでに発達しており、祖先の古細菌に起源を持つことが示唆されている。この仮説は、 一部の古細菌のゲノムには指基地ん化経路が完全に機能するために必要な遺伝子が存在しているという観察からも指示される。深化生物系統では動物と植物の双方の系統での多細胞化の起源に対応するブルファミリーの二つの異なる多様化イベントが確認されている。ありがとうございます。